世界のチャルメラチャルメラとは、オーボイと同じ、2枚リードの木管楽器の一種である。チャルメルとも言う。中国では通常、トツと呼ぶが、これはペルシア語のスールナーアイ、またはソルナに由来し、西方から伝来した。キジルセックスにはすでにチャルメラらしき楽器を演奏する様子が描かれている。文献には16世紀の聖徳年間から見え、大きい3サイズへによると、 本来は軍楽に用いていたが、後に民間音楽に用いられるようになったという。新朝の1759年には、海部楽の楽器、ソジ名と呼ばれた。穴は前に7つ、後ろに1つ開いており、地方によって様々な編集がある。現代の楽団用には、高音、中音、低音の3種類の楽器が存在する。最もよく使われる、二丁調の高音楽器では、 A4 から D6 まで7音音階の音が出る。日本には安土桃山時代に中国から伝わったと見られる。東人部へと呼ばれていたこともある。江戸時代初期に長崎を訪れたポルトガル人がこの楽器をチャラメラと呼んだことから突のことをチャルメラと呼ぶようになった。屋台のラーメン屋の客寄せとしてチャルメラで鳴らすメロディーがあるが、 これを鳴らす自動車用警笛は、チャルメラホーン、チャルメラと呼ばれる。全音より少し広い音程が使用される。歌舞伎の下座で使用される。また、ラーメン、豆腐、納豆などの流しの屋台や物売りで客寄せにチャルメラを使用しているケースがある。なお、明治期には、水飴の行商人に主に使用されており、植田里氏の詩チャル。 メーラに登場するのはアメヤを想定したチャルメラである。中華そばで用いられるようになったのは大正期からとされている。朝鮮の伝統楽器としてのチャルメラは、テピョンソと呼ばれ、国が安定した平和な世の中を望む気持ちが込められている。東南アジア諸国では、日本と同じく屋台や物売りが使用している。ABC 湖のボルトベ、民族還元、ポーシャンハイ文出版社。 1981年、68から77ページ。紀元宇宙ペルシャ的中国民族、紀、イアキラ研究網、2017年3月17日。h t t p w w w f a r s a r t s c o m p o r t a l p h p mod イコールビュー&、aid 353。ab, 中国音。 天中国音出版社1985年380ページ明星食品チャルメラ c M ありがとうございます。